公益財団法人社会福祉振興試験センターは国家資格である社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の3福祉士の指定試験機関並びに指定登録機関として国家試験を実施と登録事務を行う公益法人。以前は厚生労働省所管であったが公益法人制度改革に伴い2012年4月1日に公益財団法人へ移行した。 上記役員を含め、上金、非常勤役員の名簿は公式サイトで公開されている。自主事業による手数料で運営されている財団法人であり、国からの補助金や助成金を受け取っていない。収入としては、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の国家試験登録事務を行う厚生労働大臣指定機関としての受験手数料。 および登録手数料が挙げられる。社会福祉士及び介護福祉士法では、指定機関の指定はその事務を行う者の,の申請により行うとされており、当法人に限定されているものではないが、これまで当法人以外の法人が指定を受けたことはない。受験手数料収入等に関して、例えば社会福祉士試験においては、 受験手数料は国に納付すべきとされているところ、同法第15条の2により、指定試験機関が試験を行う場合は、受験手数料を指定試験機関の収入とするとされている。つまり、国に入るべき収入を、補助金や助成金の形式を取らず、自主事業による手数料の形にして、当法人に移転しているということである。また、こうした方法を取る場合、手数料が、 国の収入となるのであれば、その使途は予算に定める必要があり、国会によるチェックが行われるが、指定機関は民間法人であるためこのようなチェックの機会がなく、不適切な支出に対する歯止めが効きにくい。なお、当法人は平成22年6月に厚生労働省から上勤役員数の削減、役員報酬の引き下げ、 家賃のより低廉な事務所への移転等について検討するよう求められている。介護支援専門員事実務研修事項試験の試験問題作成に関する唯一の厚生労働大臣指定機関である。介護保険法上、当該試験は都道府県が実施するものであり、問題作成も各都道府県がそれぞれ行うものであるが、当法人が唯一の指定機関であることから、 すべての都道府県が東方人に問題作成を委託しており、当該試験の受験手数料の一部は問題作成委託料として東方人の収入となっている。受験手数料及び登録手数料は定期的に見直され、平成18年度及び平成21年度に引き下げが行われている。しかし、災害等により試験が実施できなかった場合を想定し、 一回分の試験のやり直しのためとして、平成21年度末で39億5000万円もの積立金を有していた。厚生労働省はこれを課題と判断し、平成22年6月に、当時、長妻明厚労省の指示の下積立金をゼロにする、要指示、要請を行っている。その一方で、阪神、淡路大震災の影響で、 試験のやり直しが行われたことがあるにもかかわらず、積立金をゼロにすることによって、試験のやり直しが不可能になるとし、こうした積立金の保有を認めるべきという主張がある。また、積立金を平成23年度以降の受験手数料に充当し、早急に積立金の取り崩しを行う方針であったが、一部の受験者にのみ恩恵を与えるに、とどまり、 取り崩し後は、さらに手数料を上げることとする決定については、指定試験期間、登録期間の改善に関する検討会よって異論が出たところである。結果、引き下げ期間は延長されたが、検討会前に決定されていた第24回社会福祉、国家試験の受験手数料は受験者一人当たり五千五百八十円で行われ、第21回試験の一万1 0 0円と比べると、 約半額で実施された。なお、指定試験機関、登録機関の改善に関する検討会は、東日本大震災の後に開催された。監査法人による監査を受けるとともに、監督官庁の指導の下財務書表を公開するなど、財務の透明化を図っている。ありがとうございます。